こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、スペイン、まあ、その北スペインですね、そのあたりを中心としたこのバスク地方ですね、これバスクの旅をご紹介いたします。今回ご紹介するのはですね、そのバスクの中でもサンファンデ・ガステルガチェ、何のことだかさっぱりわからないような名前だと思いますけれども、サンファンデ・ガステルガチェをご紹介いたします。まあ、まずはこのサンファンデのガステルガチェのことをご紹介する前に一言皆さん頭に入れておいてください。小さなモンサンミッシェル、まあ、大体それでも分かりますね。ああ、なんかそんなもんなんだなって分かると思います。では画像を見てください。まあ、こんな感じなんですね。サンファンデガステルガチェっていうのは、要するにこの、礼拝堂と、上に立っているちっちゃなポツンとした立っている礼拝堂と、そしてこの岩ですね、これ全体をこう指しているんですね。まあ、ここから見ますとですね、でここはですね、今見ているところというのはいわゆる見晴らし台と呼ばれるところなんですけれども、まあ、時間のない人はですね、ここにパッとやってきて見てお写真撮って、もう時間がないのでどこか行くっていうのがあるんですけれども、まあ、できれば下の方まで降りていってですね、この礼拝堂まで行かれますので、入場券かかりますけれども行かれますので、行かれた方がいいと思いますね。ではもうちょっと近寄ってみています。ですね、先ほどの写真の場合だと、まあ、それほどこう斜度があるような高さ、勾配があるような感じはしなかったんですけれども、まあ、こちらの写真見ていただくとですね、結構こう上の方に礼拝堂があるなという感じしますよね。まあ、この辺りがスタートになるわけなんですけども、ここからここまでですね、大体500メートルあるかないかっていう感じでしょうかね。そしてこの、こちらのスタート地点と、それからこの橋を渡ってこの岩山に入ったところですね、この辺りがちょうどこう階段が始まるんですよね。この階段のところからが、まあ心臓破りの坂じゃないですけれども、まあ、200何十段ありましてですね、結構ここがきついんですね。まあ、観光協会によるとですね、必ずスニーカーとか運動靴で来てくださいっていうふうに言われていますね。でですね、これさらにこの 岩山のところまで行ったところなんですね、岩山の方まで入ったところ、ここからもう階段が始まっているんですけども、ここからだとかなりきつい斜度が、まあ、あるなという感じしますよね。この岩もですね、非常にゴツゴツとしていて、非常にちょっと滑りやすかったりしますので、行かれるときには よくご注意ください。それでですね、これ上から見た図、まあ、礼拝堂の方から見た写真なんですけれども、まあ、これで見ていただければですね、こういかに高低差があるかというのがお分かりいただけると思います。このつづら折りになっているのがまさにその証拠ですよね。あまりにも斜度がきついので、まあ、つづら折りでこう車でもそうですよね、日本でもこういろは坂ってありますよね、あれと同じような感じでこう、斜度をですね、和らげるためにこういうような感じになっているんです。でですね、ここの部分がいわゆる橋と呼ばれている部分なんですけれども、これもともとなかったんですよ。ですからモンサンミシェルと同じように、干潮の時だけ歩いて渡れるという、そういう礼拝堂だったんですね。ですが、まあ、それではちょっと不便だというので、まあ、人々がですね、もちろん全て人力です、人力でこの橋を作って、でその橋がですね、何百年経った今でも、まあ、観光客の方の今はその観光へのルートを支えているという、まあ、作った当時の方々はそこまでは考えなかったと思いますけども、よほどしっかり作られているんだなというふうな気がしますね。そしてきっと地震がないエリアなんですね、この辺りは。でですね、まあ、これはちょっと夕日が当たっているようなところなんですけれども、この礼拝堂なんですけれども、もともとは9世紀頃に建てられたものなんですね。それはキリスト教の修道士たちの方々が、いわゆる人里を離れてその修行するための建物だったわけです。まあ、モンサンミシェルもそうですよね。ギリシャのメテオロの空中寺院などもそうですけれども、やっぱり修行される時には人里を離れた厳しい環境の中に身を置いて、まあ、教義を読んだり修行を進めていくということで、まあ、作られたものなんですけども、この建物はですね、早いうちにそのいわゆるその、修行の場としての機能がなくなってしまって、もう皆さんどっか行ってしまってですね、で長くと使われていなかったんですね。で、まあ、その後放火ごめんなさい、壊されたりですね、もしくは焼失にあったりして、今あるここにあるものというのは新しく再建されたものなんですね。で現在はですね、その礼拝堂としての機能は持っていません。あくまでも観光地の一部となっています。でここにですね、鐘があるんですね。皆様も今年お正月に神社に行かれて、こうガランガランって鳴らされたと思うんですが、ああいうタイプですね、ここに鐘があってですね、ここの鐘を3回鳴らすと、願いが叶うっていうふうに言われてるんですね。どこにでもある話ですね、これね。でですね、じゃあこの、
ガステルガチなんですけれども、一体どこにあるのか、この北スペインの中のどこにあるのかということなんですけれども、これはスペインの地図ですね。でここ の, あの真ん中の上の方の赤いマーカーのところがガステルガチの位置になります。でちょうどこうビルバオとか見えてますけれども、この辺り少し拡大してみますね。そうしますとですね、まあバスク地方としては非常にこう有名な町として、まあ、ビルバオというのがありますね。それから、まあ、皆さんが大好きなサンセバスチャン、美食の町ですね。三つ星レストランがいっぱいある町ですね。そしてバスクというのはスペインとフランス両方またがっているエリアなので、フランスバスクの中核都市バイヨンヌもここにあります。でですね、この赤いマーカーのところがガステルガチェなんですね。まあ、多くの方々はですね、皆様ビルバオからこう行かれたいっていうんですけれども、ここはですね、とにかくこの辺りは公共交通機関があまり良くないんですね。ですのでバスにしてもですね、本数少ないですし、またここが終点ではないので、帰りのバスが一体いつ来るのかみたいな感じになってしまう。やっぱりバスの時間ってやっぱ読めないんで、そうなってしまうんですね。ですから、まあ、よほどこう早めに行かれてですね、一番怖いのは終バスを逃しちゃった場合ですよね。もう帰ってくる方法がないので、ちょっと大変なことになると思うんです。ですから、まあ、私どもでは、まあ、お車をつけてですね、専用車で行かれるのが一番いいと思うんですけれども、もう一つですね、ビルバオから行かれるっていうのだけじゃなくて、実はこのバスク地方を楽しむ一つの方法としてですね、このビルバオからビルバオはですね、グッゲン船の形をしたグッゲンハイム博物館があったり、とにかくアートの街、街中に大きなアートが置いてあったりするんですけれども、まあ、そこからですね、そのガステルガチェを見て、それからこれ大体ここ来るまでで1時間弱ぐらいですかね、40キロぐらいなので、そしてその後で朝出てですね、ガステルガチェ見て、それからサンセバスチャン、まあ、2時間から2時間、これはちょっと道があんまり良くないので2時間から2時間半ぐらいでしょうかね、でこう行かれると。でその後で、まあ、前回の別の動画でもバイユンヌのご案内の動画でもご紹介したんですけれども、ここからこうフランスバスクの方に入っていくという、まあ、一つのルートがあるんですね。まあ、これを使われるとですね、その北スペインを、まあ、もっとたくさん、バルセロナじゃなくてもですね、マドリッドやトリドじゃなくても、アンダルシアでなくても、その非常にこう楽しめるエリアになっていきます。でそのバイオンのフランスバスクの方を通ってさらに上がるとボルドーがあるんですね。もうこの辺でなんかピタッと決まったような、そんな感じですよね。まあ、日数的にはですね、まあ、このぐらいであれば大体そうですね、5泊か6泊ぐらいでこうゆったりとこう行かれるのがいいと思いますね。まあ、ここの北スペインの特徴というのはですね、夏は暑い、冬は寒いというですね、あんまりいい気候ではないんですけれども、まあ、この辺りはですね、これもうちょっと西へ行くと、皆さんご存知のサンチャコ・コンポステーラがあるところですから、まあ、巡礼路にもなっておりますし、まあ、そういった意味でもですね、ちょっとこう気分をこう、新たかにしてですね、行かれるのがよろしいかなっていうふうにも思います。でですね、この先ほどの、ガステルガチェなんですけれども、アメリカのテレビドラマ、人気ドラマシリーズで、ゲームオブスローンズというドラマがあるんですね。これは中世のヨーロッパを舞台にしたファンタジーです。まあ、ドラゴンが出てきて、ドラゴンが空を飛んだり火を吹いたりですね、女性とテレパシーで交信したりとか、まあ、楽しい、ファンタジーのドラマなんですけれども、それのロケ地に使われているんですね。でその雰囲気をよく出している写真があるので、最後にそれをご覧いただこうと思います。これいいでしょ。これですね、夕日が当たってここがまあ赤く染まっているところの写真なんですけれども、まあ、こちらからですね、こう主人公たちがこのここを上がっていくという設定になっているわけです。でその設定上、ドラマ上はですね、ここが礼拝堂ではなくて王様のお城になっているんですね。でそこがですね、 CG で大きなお城がこうできているわけですよ。でそこにこう主人公たちがそのここに今扉があってですね、それが開いてその王様にこう謁見に行くっていうようなところがあるんですけども、まあ、その時はお昼なんですけれども、この雰囲気がですね、非常にそのなんかゲームオブスローンズでそのドラゴンがもう山、この岩山の向こうから出てきそうな、まあ、そんな感じに映っていて、私とっても好きな写真なんですね。ゲームオブスローンズご覧になってらっしゃいます？まあ、あんまりでも日本で結構流行りましたからね、ご覧になってらっしゃる方多くがいらっしゃるかもしれないですね。まあ、今回はですね、その北スペイン、まあ、スペインのバスク地方ですね、に結構比較的人気があります、このサンファンデガステルガチェ、まあ、あの礼拝堂にですねこう行って鐘を3回ついて、願い事を叶えましょうという感じですね。そして、ビルバオから通ってサンセバスチャンへ行って、まあ、バスクの旅を楽しんでいただければと思います。サンファンデガステルガチェにご希望行かれたいという思う場合には、まず私どもにご連絡ください。いろいろなプランをご提案させていただきます。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。